今日は発毛サロンとドライヘッドスパ専門店が独自開発したリクスシャンプースカルプシリーズの紹介をします。商品こちらですね。シャンプー、コンディショナー、トニックの3種類に分かれているシリーズになります。サロンが本格的に開発したシリーズで、ですね、面白いのがヘッドスパが無料でついてくるシリーズをセット販売していて、サロンでも自宅でもプロが使う商品を使って薄毛対策に取り込めるというセットになってます。でこのリクスシリーズを開発したのがですね、ヘッドスパ専門店をいくつか運営する、名古屋の株式会社ジムヤさんです。名古屋を中心に、展開する、ドライヘッドスパ専門店ヘッドミントや、発毛サロンゼウスなどを経営している、頭皮の悩みとか、薄毛、髪の毛に関するプロフェッショナル集団の皆さんが、開発したスカルプシリーズになります。このリクス実際お店でも使われていて、実際そのプロが使っているものを自宅でも使えるっていうような商品になりますね。普通のシャンプーとかコンディショナーとかでもサロン専売品とか美容院でしか売ってない使えないみたいなものもあったりするので、それに近いイメージかなと思います。ヘッドミントの方は結構日本全国にいくつかあって、私の家の近くにもあったので、結構やっぱいろんなところにある、大きなチェーン店っていうところで安心感がある専門サロンかと思います。で、スカルプシリーズリクス、はですね、3つ、シャンプー、コンディショナー、トニックの3つの、商品になってます。まずシャンプーですね。シャンプーってすごく大事な、アイテムで、薄毛は最適なシャンプーを使ってないのが原因なことが多いというふうに言われているほど、大事な商品です。特にこの頭の油によるベタつき、あとは髪の毛の張りや腰、ツヤなどがないっていう方にですね、すごく、良いレビューがある商品でして、まずはこのシャンプーから始めてみるっていうような基礎的な基本的な商品だけど一番大事なところですね。でその後が、コンディショナーです。これも独自開発されているコンディショナーで、ヒートアクティブ原料という、ドライヤーやヘアアイロンの熱に反応して、髪の毛をケアしてくれる成分が入っているというのが特徴です。でコンディショナーは、主に薄毛の原因になっている乾燥を防ぐことができます。なので、逆に言えば乾燥があんまりしていないっていう方は、使わなくても大丈夫なようですね。でキャッチコピーが潤いすぎて誠にごめんなさいっていうふうに書いてあるぐらい、きちっと頭皮が潤う、コンディショナーです。で最後に使うのが、トニックですね。これが、成分が非常に、良いものがたくさん入っていて、他社の製品に比べると、コスパがいいというようなレビューもあるぐらい内容物に、自信のある、良いトニックになってます。コンディショナーがいらないっていう方はシャンプーとトニックのセットだけでも、使用することが可能です。でリクスシリーズの、面白いところですね、リバースプログラムという、セットメニューがあります。このリバースプログラムっていうのが、シャンプーとトニックを、同時購入すると、提携しているサロンでドライヘッドスパやヘッドスパを無料で受けられるというサービス、セット商品ですね。普通にこういったシャンプーとかトニックとかの、金額から考えると、かなりお得です。でやっぱこういったヘッドスパなどの施術も、料金がかかるものなので、それを合計して考えると非常にお得な、サロンが作ってる商品だからできるパッケージプランだと思います。非常にこれお得ですね。でネットの方でいくつか口コミを、探してみました。ツイッターやアマゾン、あとはリクスの
公式ホームページに口コミがあるのでそれらをいくつか、見てみます。 Amazon だと、朝シャンしても夕方にはベトベトになってたけど、リクスを使ったら、サラサラになりましたっていう口コミとか、あとは、油の悩みが解決しましたとか、1日で油が減った実感を持ってたのは驚きました。あとは美容師さんに、おすすめされて使ってますと、少量で泡立ちます、私は1ヶ月以上持ちますとかですね。結構、全体的に頭皮、頭、髪の毛の油が少なくなって、ベタベタギトギトしなくなった、サラサラしてて快適っていうような良いレビューが多いです。で、女性のコメントで、ちょっとその脱脂力、油を取る力が強すぎる、場合は、髪の毛とかの油も、少し取ってしまう部分があるので、コンディショナーとかも併用するといいのではっていうようなレビューもあったので、このあたりは、サロンの方に、適量がどれぐらいなのかっていうのを相談しながら使うのがポイントになりそうです。で、結構シャンプーって泡立ちが悪いものってあったりしてあんまり使いにくかったりするんですけど、リクスは泡立ちがいいので1本で長く使うことができるのも嬉しいポイントです。あとはトニックの成分の良さが他社よりもすごく、コスパが良いということで、リクスシリーズを、使っている方もいます。あとはやはりこのヘッドスパが無料になるっていう特典は他社にはない、魅力です。他の製品とかと同じぐらいの値段であれば、サービスがついているリクスの方が総合的にお得です。で、さらにこうサロンに行って、実際に人に相談をしたりとか、そのサロンで使われている、リクスシリーズ、の使い方だとかも相談できるのが、このセットサービスの非常に良いところかなと思います。で、現在リクスではですね、インフルエンサーを募集しています。このヘアケア商品の、アフェリエイターやインフルエンサー、紹介をしてくれる方を募集しています。無料で登録できて、成果報酬型です。まずは自分で、これを使ってみてから、レビューを投稿するような形でも OK です。ブログ、YouTube、インスタ、Facebook、Twitter、あとはライブ配信などほぼすべての SNS で利用が可能なので、自由度も高いです。で、かつ、一度リンクをクリックしたら、1年後まで、アフェリエイトの効果が続く、適用になるという、期間が長いのも、良いポイントです。